お疲れちゃんです。ラットです今回はですね、こちらのロイホグデッキをね、まあ、使ってやっていきたいと思うんですけど、まあ、今ね、あの、ペッカ環境が来てて、そのペッカに対して、ロイヤルホグが強い。そして、まあ、あとね、マジアチャ環境ということで、まあ、ペッカに強くてトレンドのね、マジアチャも入ってる、まあ、こちらのね、ミニッペロイホグデッキを使うんですけども、まあね、今日はマルチ、 でもいいんですけど、そのマルチやってて、まああとね、今、次勝てばシーズン最短にはなるんですけど、ちょいとね、あのー、結構ね、今、早朝なんですよ、すごい朝なんですよね、朝で、あんまなかなか寝てなくて、そんなね、マルチやる、ちょっと気力がないんでね、今日グラチュレやろうと思うんですけど、というわけで、グラチュレいきますでこれ、7人なんですけど、あの本当は7-0だったんですよね。さっき この、このペッカロイジャイの動画を今日撮ろうと思ってたんですけど、ですけどもうね、ちょっと、炉列が回ってないんですけど、ペッカロイジャイ、これなんかあの、マルチで、普通に7400とかに、7400付近で、スナイプとかじゃなくて、なんかね、普通に、もう普通にそのペッカロイジャイのデッキで回ってる人がいたんで、そのね、グラチュレディア使ってみたんですけど、使った瞬間、 はい。二分の二で負けるっていうね。ちょっと使いこなせなかったんで。はい。というわけで、ペッカロイジェの動画ではないんですけど、今日はね、こちらロイホグデッキを使っていきたいと思います。で、なんで今、マルチは僕は、えー、こちらのミニペロイホグデッキと、あとはまあラバホリですね。その、まあ、ペッカが多いので、ラバがやっぱ強い。で、今、テンプレのね、なんかゴボウリ入りのラバが、若干、 流行ってるまあ、流行ってたですねなんかそのペッカにも言うほどラバで勝てないっていうのでなんかペッカタクプリの形を作られると結構ゴボリと縦線しか理が意外とないのでなんかね必死で守ったら逆サイ来るしみたいな意外とラバなんですけどペッカにめっちゃ相性がいいわけではないんでねラバも若干減ってきたんですけどまあねゴボリが無事に乾燥したんでそのストゴボリを使った まあ、ラバトロイフォグを、そう、まあ、交互に、若干交互には、やってる感じですね。というわけで、マッチングがちょっと長いので、あ、来た。はい。来ましたね、マッチング。めっちゃ長いんですけど、まあまあまあ、やっていきたいと、思います。てなわけで、あのー、まあ、先日かな、多分もう、ま、ちょ、ちょ、ワンチャン一緒、一緒説ありますね。 ま、ペッカの可能性もありますね。まあ、先日、まあ、昨日ですね、多分、昨日、V.U.S. タロン戦、まあ、クララリーがあって、あ、これペッカですね。これもハイブッチします。多分、言うのにも当たり OK。で、これ、連名して、で、ここは一回待ちます。今ね、もうハイブッたんで、そう、V.U.S. タロン戦があって、ま、あね、無事に、無事にね、僕は、あの、出番がね、なかったんですけど、まあ、え、ミカテンが鶴尾勝って、 それで、ライキさんがワンもうカっちい,いのっていうわけで、まあ、無事にね、チームとして、その、初戦落としたんですけど、まあね、シーズン2初勝利が、まあできまして、まあ、ま,あ、まず、まず良かったかな、というところなんですけども、で、次の試合が、10日後くらいなんですよ。11日くらい開くんですよね。そこで、あの、あれですね、海外選手、たくさん補強したキックスとの試合なんで、いや、マジでね、ちょっと、 まあ環境変わるのもあるんですけど、まあ、めっちゃ楽しみなのは楽しみなんですけど、やっぱ相手が強いんでね。ちょっと、なんかね、僕結構ロイフォグとかスケラとかに頼りがちなんでね、ちょっと他のデッキも使えるようになんないといけないなと、いろいろ思ってるんですけども、こういうロイフォグとかにロイフグデッキをやっぱ触っちゃいますね。よいしょ、やばい。まあまあまあ。相手、待ってよこれ。か一緒なんですけど、若干違うっすね。 マジアっちゃ、混じ合っちゃ、ゴボリ、まあ、ロイフォグ、雪なんで、で、言うのか、あメガナイトですね。相手メガナイトが入ってるロイフォグデッキだなと思います。はい。多分メガナイトが入ってます。で、スペルが多分雪玉だけなので、多分じゃない確実ですね。雪玉だけだと思います。うーん。若干厄介ですけど、まあ、メガナイトがあるんで、固めては今出せないですね。 よいしょ。多分はし前。ああ、じゃあ、あ、ごめんなさい。嘘つきました。ババア型です。もうババア、ババ、ババが出てたわ、さっき。全然。ちょっと頭が、頭が働いてない。普通に、目がないとはないですね。おっけっけ。痛い痛い痛い。これが痛い。これ、マジアチャが、マジアチャがバレてる。まあ、なんですけど、で、このローフデッキを、こう、使う上で、これですね。このアイゴレミニペ。あはあ、おうお,うおうアイゴレミニペの形を、すごい大事にしてほしいですね。あの、アイゴレミニペで、 攻めつつロイホグを刺すっていうのをイメージしてもらえると結構ね使えると思うんでワンチャン外れたかもだけどオッケーオッケーまあこんぐらいはね若干の許容で痛い痛いやばいこれロイホグ飛ばしてオッケーオッケーたまたま、ね、延命できるたまたまこれしかもミニペでまた延命できますねああまあババ まあまあ、ミニペで見して、あ,あ、やばい待って、寝てる。マジで寝てる。このババは、マジアチャで受ける。これ、ファイアボでしょオッケー、オッケー。で、ファイアボだけだと、ロイフがこのカツンが入るんですよね。一回受けて、で、ゴボリがちょっと厄介だな。オッケー、でもコウモリ、咲いた。で、ゴボリがあった時にロイフ飛ばしても受けられちゃうんで、ここで一回攻めて、そうすね、アイゴレミニペに何か咲かせて、オッケー、相手コースないでしょ、これ。 来たかねウィー。あ、待って。こあの,の、見せます。行きます、ラット。あ、ちょっと待って。なるほどね。なるほどね。いや、そういうこともありますけども、延命していく。最悪、ロイフがね、もう気合でファイ5ボーイすればいいんで。なるほどね。あ、これマジアちゃの、この、気分。気分が悪い。これファイ5で守る。オッケーオッケーで、コウモリもあるんで、 カンプー。よし、た。はい、勝ち。いや、危ない。ちょっとね、あの、マジで、あの、言うと、言っちゃうとほぼ寝てないんで、これはあの、マジアちゃんの気分に任せます。コウモリ一発。おい,い、来た。で、ロイホグが入る。よし。まあ、まあまあ。まあまあ、若干、若干危ないし、言ってることが、あの、あんま合ってないんですけど、まあ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 、そういうことも。 ありますね、でも、このロイフグ、あの、結構メガナイト、ロイフグの、まあ、メタカードがメガナイトなんですけど、その、全然ね、その立ち回り次第で、この時鬼強くて、その、普通にロイフグを飛ばすと、やっぱメガナイトで受けられちゃうっていうので、その、アイゴルミニペの形を作ることがすごい大事なんですよね。あの、ラバとかに対しても、まあ、ロイフグ飛ばして、まあ、なんか、あの、てか、ま、ミニペッカとかも、縦線とか、まあ、墓石とか、 で結構守られちゃうんですけど、逆にそこ2周目ですね、この回転がやっぱ早いところを活かして、そのミニペッカが、まあ、縦線で守られますと。でもその後とかに、なんかね、マジアチとかでラバーを覚えしつつ、コウモリとか。で、その後に回ってきたミニペッカ、アイゴレとかで、なんかアイゴレミニペマジアイゴレミニペするだけで、相手が陸受けなくて、結構過剰にコスト使ってくれたりだとか、んかミニペを、ミニペッティがなんか防衛のね、カードのイメージが、 あるかもしれないんですけど、攻めで、攻めミリペをすることがすごい大事になってきますね。こうやってチェーンクロかうんエレキス系。エレキス系。珍しいっすね。まあまあまあ、一回わかんないんで、マッチーの。これもうここまでですね。これアイゴルミリペ作ってあげて、あーペッカか。あーそれはペッカですね。で、あの、ペッカに対しては、あの、 いやでも、スケトが入ってたもんな。んか違うっすね。まあまあね、ここは一回見逃してあげて。いや、マジアチ優秀ですね。コウモリ出して、顎で釣ってあげて。よいしょ。はいはいはい。まあ、ペッカに対しては、あのー、基本的な相性いいんで勝ちたいんですけど、そのペッカがね、やっぱ単体、単発攻撃なんで、ロイホグのダメージが入るっていうのが、まあ、相性がいいっていうところですね。よいしょ。これもミニペッカさ、ちゃっちょ出してあげて、 ウッド、まあまあまあ、転がして、まあ、好きですね、はい。相手は、ワンチャンの、ペッカロイジャー説がある。んいや、ペッカロイジャーだ。そうだ、ペッカロイジャー。あー、さっき俺があの、使った、ウッドしかない、ウッドしかない、この、グラチャイで2回使って2回負けたデッキだ。来ましたね、早速。そう、で、あとランバー入ってますね。で、ロイル咲いたで来るとしたら、ペッカで、 あ、でもザップだったな。なんかちょっと違ったな。うわあ、これなーちょっと、逆さえあの、メガオがいることによってちょっと攻めにくいっていう。で、これもうエレキにハイブっちゃいます。ちょっとね、邪魔なんでねで。ウッドで、まあね、ちょっと時間稼ぎしつつ、これ多分ミニペックで基本守れます。で、こメガオがちょっと痛いんで、一瞬竹取りして。やばい。このメガオがやばい。まあまあ、まあ。 ザップだったから、OK、ああ、それは誰ワンチャン、ワンチャンいける。うーんウッドザップですね。ここ一回飛ばして、ペック来たらマジアチア打ち抜きます。で、ミニペッカは、あはミニペッカは、取っておきたいです。そうです。ロイの防衛用に。こうウッドも使って、オッケーオッケー。一、OK、発ぐらい。一発も痛いんですけど、言ったら。 で、ブがあるんで、ここで今ね、ロイフ0飛ばしちゃうと、一緒にね、5で処理されちゃうんで、飛ばさないで、ファウッドザップ全部あるんだよな、これ。まあまあまあ。で、ワンチャン、そう、ミニピアを攻める、使いたいけど、使うと終わるっていうね。マジで、これ辛いですね。これちょっと1体誘拐されるんですけど、OKOK。まあこれはね、全然いい、全然いい。 うん流れを、流れを変えたいので、一回これ攻めミニピします。からの、あいやでも、これマジアチャが絶対だるいでしょ、これ。オッケーオッケー。ああ、やばい。ここで、今僕はミニピックをさいたんで、分かってるやつなら、飛ばしていきますね。オッケー、攻められる前に自分から攻めてあげて、ファイアボーイでしょ、絶対。いやーこれ入んないっすね、なかなかマジで。 いやでミニペッカーいるでしょはい。マジアちゃんも出してあげて、これ一発無理たくないですね。多分ミニペあザップトラでで、このミニペッカーの前に本当アイゴルをつけて、そこにペッカーを溶かしたりしたいですね。あの、もったいないんですよね、ちょっと。で、まあ、そろそろセパゲーでいきます。このロイホォグのね、やっぱ強いところはこのセパができるっていうところが。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。全然ある全然ある全然ある。痛い痛い痛い,痛い。マジ 痛すぎ。来た。早く出してあげて、これ多分気合で守れる。OK。で、ここが今いるところを逆で攻めつつ、うーん、これワンチャル。え、待って。ワンチャルね。あー。いや、大丈夫。まだ参る。まだ参るよ。まだ参る。ロイが来る。絶対来る。ロイが絶対来る。来いよ。来た。 これウッドも使って。う来たタイだおらで、このまま勝手にカウンターになるでしょ来た相手しちゃった相手しちゃったこれ最後もロイグ飛ばして、スケで受けるけど、はい、受けれんな。いや、これ相手マジでやってますね。これは最後相手がファイオ。だからロイ一発入ったと思ったんですね、ー、けど、気合で、気合で守りましたね、マジで。あの、ミニペッカが、ミニペッカが、防衛でも、 防衛でも活躍して、そのね、防衛で使ったミニペックの前に、本当はアイスゴレとかをつけるだけで、ミリ残りのミニペットをアイゴレだけで、めっちゃね、相手からしたら嫌なんですけど、まあ、スケがあったんでね、そこがね、なんかいい感じにいかなかったっていうのがありますね。で、これもしかすると相手クロスなんですけど、クロスはあの、鬼辛いさ、あの、流行ってるんですけど、流行ってるクロスに対して鬼きついんですけど、クロスじゃない。 これは助かる。でも、ワンチャンスケラ集がありますね。これ、あの、バルキリームートの、ああそうっす。バルキリームートの、バルキリーの中でダックプリの、あの、多分スケラ説がありますね。これは。雪かザップが入ってる。そうそうそう,そう。雪ザップ説もあるんですよね。ああですね、ですね。これはスケラですね、相手。このスケラデッキは。僕も若干触ってた。で、そう、ザップ、ザップだったら、ああ危ない危ない。ザップか。 雪が飛んできて、雪ザップか、えー、っと、ザップフリーズだと思うんで。ってことは、雪だったから、えー、雪ザップですね。雪ザップ編成の、えー、そうですね。ちょっと高回転目の。で、ローフグ今飛ばすと、ダックプリがあるんで、あんま飛ばしたくないんですよね。まあでも、固めると、やっぱダックプリで縛かれるんで、そこをセパしてあげて、 このアーチャーがちょっと厄介ですね。まあ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 。ああ、アイゴレも、アイゴレも厄介だ。まあギャングが、相手からしたら若干ギャングがだるい説もありますね。これだっくりで多分ウッドだけで、ちょっとぐらいの影響をしたいですね。おい、危ない。オッケーオッっオッおい。いや、いい、いい流れ。で、これムートとか来たらマジアチャでしばきたいな。相手それでスペルがポイズンか、多分、じゃあザップなんですよ。ユキザップなんで。 マジで、これが終わる。相手これで終わる。もうこれで、おう。いや、それは、それはうまい。オッケーオッケー。ギャング構えて、オッケーオッケー。よしよしよし。雪ゾップでしょ。マジアチャがやっぱ相手は辛いですね。絶対辛い。ダックプリン合わせるけど、まあ、もしかしたらこれスケール打たれるんで、そうですね。マジアチャをこの奥底の辺に出して、あ、フリーズだ。全然違う言ってることと。雪フリーズだ。 これダックプリが入るんでミニペック2周目出してあげてこのねこのミニペックの前にアイゴルフつけるだけで相手はね苦しいんでねでもこれまあムートを壊すのは壊すでしょういういあこれ延命したいマジアチャがやっぱ相手からしたら苦しいのでそこをしっかり延命していきたいですねというわけで延命からのロイホグ、まあ、これがいいですねあ待って これ今、ウッドとめにペッカー間違えたんですけど、それはそれであの、たまたま延命できるっていう。これたまたま延命できるんで、延命できるならやっちゃうんすけど、ムードの圏内に入ってるかも。オッケーオッケー。まあまあまあ。これ今繰り返して、で、ここで相手がフリーズ多分打ってくると思うんで、ここですぐロイヨ飛ばしてあげて、あ、相手スキルやってるやってるやってる、金ンキド。美味しいこれ勝ったんですね。これ勝ちましたね。さすがに。 ああ、でも最悪削りきれないがあるんで、このあの、ダックプリをウッドで若干内側にしたかった。はい。やばい。これちょっと、ムートが、ムートが危ない。いやー、戦略削れないかな、もしかしたらこれ。うーん、若干削れない種が出てきたんですけど、これウッドで、ウッドでちょっと中にして、そう、マジアチャの角度を合わせるっていう、このね、微妙な小技。 で、ここさえこう処理したら、ロイフ、オッケー、チャンス、チャンス。で、雪玉も打ったんで、ギャングも追加してあげて、オッケーオッケー,オッケー、入ってる入ってる入ってる。で、ムートも壊せたら美味しい。そして、延命。無限延命してますね。まあ、でも、あの、延命に力を入れすぎると、後々ね、その、カウンターがめっちゃ来るっていうのがね、よくあるんでね、そこだけ気をつけたいですね。 オーケーこれもう、漏復飛ばして、だから、5でいいっすね。あの、ムータも5ブって落ちるんで。OK, OK, OK。しかもこれ、延命できる。で、からのミニペッカで延命して、いや、マジは違う。なんか勝手に抜いてる。来た。からの、ここでね、二マジ、登場。来た。おい。あ、俺の一体、一体か。まあウッドウッド、アーチャー処理して、 気持ち延命して、いや、めっちゃ犬く、マジで。マジでちゃ、来てますね、今、マジで。よいしょ。これも多分微妙に、あ、延命できなかった。あ、ファイブで終わります。よいしょいやー、いいですね。これ相手がまあ、フリーズだったっていうのもあるんですけど、流行りのペッカ工場と、あとはラバーとかも全然ね、そのアイゴレミリペッですね。なんか、ディガーとかの防衛に使ってミニペッカの前にアイスゴーレもつけて、あげる。 るだけで、あのー、マジでね、いろいろ、ペースを握ることができるんでね。なんか、防衛でつくっ使ったミニペッカの前にアイゴレとか、その防衛で使ってミニに残ったミニペッカにロイフが合わせたりね、してあげると結構勝てると思います。で、あの、流行りのペッカに対して、かペッカに対してなんですけど、結構ケツペッカされたら、まあ、テンプレの場合なんですけど、あの、ユーノとかゴーストとかダックプリ入ってる。 そのケツペックされた時にあの逆サイドをねロイホグプラスミニペッカもそのロイホグミニペの9コスをね使って攻めてあげていいですね攻めると相手はそこれ防衛でコスを使ってこっちはギャングとアイゴレでとコウモリの小物でね相手のペッカを処理できるんでまあねあのペッカ相手だとあのロイホグプラスミニペッカで攻めるっていうねの意識すると結構勝ちやすいと思いますのでぜひねこちら今環境デッキなんで ぜひぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、まあ、次の試合まで10日、まあ11日ほどあるんでね、まあ、その間に、まあ、動画投稿ね、できるだけ、できるだけね、やっていくんで、ぜひね、そちらの方も見てもらえると助かります。では、お疲れ様でした。